ってね、何を思ってたのって入ってたの。こう喜び行ったらもう舌なんもなくてもう分からんでそのままあるんかなと思ったらもう舌なんもなくて落ちちゃったんですけど、あまあ槙野に救ってもらって迷うことなく、自信を持って振り抜いたのが良かったなと。ボールは青山、森田浩二、森脇が来た、かわす、右足シュート、森脇のシュート、後半6タイム、広島勝ち越し。素晴らしい森脇のシュートでした。すごい、いやもうね、道が見えましたよ。もう白い道っていうかね、ここにもあのなぞるようにパスしなさいと、そこにも蹴り込んだだけですね。そしたらもうキーパーもね、触れなかったんで。いいところで取った、石原行く、石原変わって、石原打たない、石原打てない、戻した、まだキープしている。逆サイドから選手が上がってきた、森脇だ、森脇に落としてボールが入った、森脇シュートが決まりました、2対1。パスシュートっていう感じでね、シュートは狙ってないですけど、最後気持ちで、ボールがゴールに飛んでくれたんじゃないかなと。スーパー森脇でかいパスゴール、パスゴール。やっぱ森脇気持ち、ありがとうございます。いや、一人で勝ちようと思ったら、いや、ちょっと伸びちゃってた。